おはようございます。昨日は皆既月食で、夕方はとっても満月で綺麗でしたね。本当に皆既の前はすごいびっくりするぐらい綺麗でした。で、まあ皆既月食もあんなに赤いのは私も初めてですね。多分400何年ぶりだっていうので、まあ皆さんもご覧になったと思います。で、綺麗だ綺麗だって騒いでたら、うちの変わった息子が「月は人工物だよ」とか「ええー」とかって言って話して、まあ私も見てないんだけど、ちょっとググったけど読んではいないんだけど、「月スペース人工物」でやるとなんだかいろいろ出てきますね。まあそれはちょっと私はこの忙しい中読んでる暇もないので、まあそういう噂とかそういうのもあるようです。ただ夕方の月が本当に綺麗で、ちょっと車運転してたから写真撮れなかったんだけどね。で、昨日夫は無事に転院して、もう夕方まで1日かかりました。なんかでもまあ書類が来たとかいろいろあって、で夫に病院にいるよりこっちのがいいでしょって言ったら、いや、わかんないって言って、私ちょっとがっくりきちゃったんだけど ああ、ちょっとそれは私の捉え方と夫の捉え方が違うんだなっていうのを見て、だって本当に病院は私から言わすとひどいっていうか、環境が、ここは一人だし、昨日テレビも持ってったりしてるからのんびりできるんだろうなと思うけど、ああいうこう承認欲求の強い夫の場合は常に人がいた方がいいんだね。私なんか一人でのんびりした方が好きなんだけど、まあ人それぞれだなと思って帰ってきました。でもまあ無事に終わったので、これから私は自分の体を見つめる作業に入っていって、自分の時間を取っていこうかなと思ってるところです。今日はこれ松葉ジュースを、朝は生ジュース飲んだんだけど、お昼までやっぱりね食べられないから、まあ明日はでもそのメタトロンの医者のところに行ってきます。明日も一日がかりだけど、でもこれは私続けてる松葉ジュースです。では皆さんも今日良い一日をお過ごしください。またね。あ、11月9日の配信です。ではね。